探そう。この壁画かわいい。それは前も聞いたって。今度こそ現在引き分け、私の一票がスープの未来を決める。来週のスープね、セネガル風ピーナッツスープ、ニューイングランド風クラムチャウダー。クラムチャウダー一択でしょうよ。アマンダの好みを探ってその話をすればいいだけでしょ。それくらいできる。え、好み、これ私のこれ譲れないわ。クラムチャウダーで。ゴーに行ってはなんとやらって言うしね。ダイヤモンドとレジーは私のセミナーに何度か来た。でも一緒にいるのは初めて見る。これ生徒なんだ。どうもお二人さん、今夜はどうしてタートルに来たの？リーダー殿から任務を仰せつかって。ああなるほど、楽しそうだね、秘密結社に入るのって。ああ、うん、すごく楽しい。アブラクサスソサイティに入れば誰でも一流の芸術家になれて、リンのパーティーのポスター貼りも手伝える。一年にやらせればいいのに。じゃあなんでアブラクサスに入るの？だってめんどくさそうじゃない。こんなでも入った方がいいってことは確かなんだ。入らないよりはね、ちょっとでも認めてもらいたければ。昔はこんなじゃなかった。アクティビズムと芸術の創造が目的だったはずなのに。今じゃコネ作りとリーダービンラング崇拝の場。なんだかそれ残念。まあ頑張ってね。なんだろう、アブラクサスソサイエティ。知ってんのよレジ、あんたが一文無し。じゃあもう一杯だけおごってよ。ダメ、ちょっと。すごいダイヤモンド、おめでとう。ダイヤモンド、あー監督、ダイヤモンド一作目に出てきたかな。生徒かな。いつかモーゼスやサフィーと囲碁をやってみたい。まずはルールを覚えないと。え、このかけ方絶対間違ってるよ。逆さま、神聖なる女性エリシャトーレス。使うのは私くらいかと思ってたけど、他にもいたんだね。取っちゃう？あー、若いね。あの二人か。こっそりこっそりお酒を足してるんじゃないかこれ。サフィーは私の交友関係に興味ありすぎ。私となんか話してない。こっち行きな。はいはい、分かった。雪が積もった木の絵なのにどこか温かみがあっていいな。うん、この向きはおかしいよ。また逆さまだ。うわ、すごく綺麗。レイクポートにはカレドン以外にもすごい才能を持った人がいるんだな。何か伝えようとしてこんなことしてるのかな。でもこれはちょっとわかんないな。アマンダ、絵を逆さまにひっくり返してるおバカさんへ、他人のアートにいたずらするのはやめなさい。あ、誰かが逆さまにしたのか。直す。いや、どうなんだ？これ、実は本当に逆さまだったって話。
逆さまが正しかったっていう可能性。じゃあ向こうも直せるなら直しちゃおうか。だって演奏するバンドはハートで勝負してるってサフィーが言ってた。でもあれって褒めてるのかな。おお、なんて立派な頭蓋骨。すごい。あら。いいな。私もこの口説き文句リストに乗りたい。ここにいる誰かにいいのを教えてもらえないかな。今週のワースト口説き文句、体に磁石でも仕込んでる？目が吸い寄せられちゃう。君は謎かけみたいな人だね。その心を解かせてよ。君って銀行みたい。みんなに信用されてるし、話すには列を並ばないといけないから。通算スコアランキング。これなんだろうな、 RKVLGH って。あ、アクアリウム。アマンダならきっとどのビールが美味しいか知ってるかも。聞いてみようかな。うんうんうん、いいね。え、これなんだ、お酒。すごいなこのお店。アマンダって大家族なんだ。ちょっと憧れちゃうな。トーマス家のハイキング、ライブルックの滝。アマンダはミザリーカルトが好きなんだ。話題ゲット。ミザリーカルト、もうここでお酒も作ってんのか。はあ、ミザリーカルトってなんだ。ミザリーカルトの1999年セルフタイトルアルバム、曲か。よし、話題は十分集まった。あ、本当にこれだけあれば普通の人間らしくアマンダに話しかけられるはず。口説き文句がもうちょっとあってもいいけど。ビールはうまい、やる気もある、いい職場だ。会員による共同所有制バーであるスナッピングタートルは専任理事会によって民主的に運営されており、ビール芸術サステナビリティ、公正な労働環境を大切に考えております。ふんふんふん。客が会員である必要はないんだね。アマンダの張り紙から察するに、このキャンバスの掛け方は作家の意図と違うみたい。は十分集まった。これだけあれば普通の人間らしくアマンダに話しかけられるはず。外はもう雪景色だね。口説き文句どうやってゲットする？見るからにコーヒー10杯で朝までコースだね。亀だ。口説き文句が欲しいです。ここに乗せてもらうには私一人じゃ絶対無理ね。ちょっとアンケート、いい口説き文句知らない？そのドリンクのカロリー、一緒に動いて消費したい。
直球すぎ。あ、この人がダイヤモンドだ。安定感はあるね。採用してもらえるかも。いやー、課題は十分集まった。本当に言ってる？だけあれば普通の人間らしくアマンダに話しかけられるはず。口説き文句がもうちょっとあるんだけど。だよね。ちょっと今の口説き文句は下水よ。ネタになるようなひどい口説き文句ない。あなたは焚き火？お願い、私を温めて。まあまあまだマシだけど。よし、真面目に考えてくれてるのか。勝負だ、アマンダ。話しかけるだけでしょ、マックス。普通にやれば大丈夫。うん。忙しい？ああ。ジュリーが休みなせいで休憩も満足に取れないよ。膀胱が破裂しちゃいそう。トイレ行きなよ。その後で話そう。それ名案。じゃあ、そこにいて。それで今週3個目だよ、レイジ。任せて、行きなよ、トイレ。あんたマジ天使だよ。おにぎり。どきな、1年生。今日は私がいてラッキーだったね、レイジ。悪い予兆かもしれない。ほらこっちだよ、集まれ集まれ。バイトですか？ほら、写真業界は厳しくて。次からグラスはテーブルの上で使ってね。あ、めちゃくちゃ助かった。どういたしまして。ああ、絵も直してくれてたね。もうここで働く？私役に立つでしょ。それより何か言いかけてなかった？まずはビールの味が嫌いな人におすすめのビールある？ハンドルバーサイダー、一番マックス向けだと思うよ。どうして？常連の好みぐらいわかる。レイクポートの出来事なら何でも知ってる。アブラクサスの子たちみたいな言い方。あのボンボンどもの秘密結社？バカ言わないで。もしかしてだけど、ミザリーカルトファン？もちろん。あんたも2だね。ええ、そう、いいよね。あ、知らないの？知らないのか。全然知らない。あーちゃん、バレたか。嫌いにならないで。知ってんのかと思ったわ。私だってザ・スミスの知ったかぶりを何度したことか。ねえ、教えてよ、どんなの？ミザリー・カルトはここらで初めてビッグになってレイクポートの音楽シーンを築いた。そのビッグになったっていうのはどのくらい？そりゃあんた、あるか遠くのニューハンプシャーでもラジオが流れるくらいなんだから、要するにかなりビッグ。壁に貼ってある写真だけど、あなたの家族？うん、6人もいてママは大変。仲いいよ、それに長女だから言われるし。いやー、バンド失敗したな、ミザリーカルト。
嘘つくよりつかない方がいいもんね。とはいえ、いきますか。どれだ、くどき文句。くどき文句なんか集めてるわけ？友達のヘンリーとコメディーショーをやっててさ。嘘でしょ、コメディーって。そんなの初耳なんだけど。ああ、ごめんごめん。黙って聞くから続けて。あいつ、車で移動中にキモいくどき文句のネタにがっつりハマっちゃってさ。ほんと、バカでしょ。で、勝負になって私が勝った。その手のネタで田舎のレズビアンが負けるかって。それで黒板に書くようになったわけ？よし、試してみ。一番の口説き文句は？これどういう意味？一番キモいでいいの？過去の恋人とは桁違いってどこでゲットした？あの黒板？いや、黒板に書いてあること言ったってしょうがないよな。やっぱ一番キモいのはレジーだったな。そのドリンクのカロリー一緒に消費しない？可愛い女の子がやりちんみたいに誘ってくるのも悪くない。あ、ダメだったんだ。しかも今のが今後の今度一緒にどっか行きたいって今後の未来に影響するんだ。地元の音楽シーンを見せてよ。ああ、いいよ。今リベンジホースってバンドが気になってて。名前聞いただけで好きになる自信あるでしょ。それにどうせにわかならリベンジホースの方がそれっぽいしね。そうね。でさあ、早めにはっきりさせときたいんだけど、全然どっちでもいいんだけど、つまりこれってデート？それとも友達として？え？いや、ここまで頑張ったんだからデートでしょうよ。私はデートって考えてたけど。なんだ、マジで可愛いね。じゃあデート。マックスが健全で生産的な社会の一員としてちゃんと普通のことをやってる。どんな気分？わかんない。アマンダといるとあっという間で。でも話せてよかった。モーゼス。いや、撮影どうだった？死にかけたわ。嘘です、そんなことありません。私のおかげでね、表彰もの。で、どうする？夜はこれからなんかしよう。この3人で今夜は流星群が来る。観測するんだけど一緒でも楽しそうだね。来ないよ、2人で。決まり。必要なのは待ってね。寒そう。今夜は特に世話しないね。機嫌がいい時にああなるんだよ。こちら学長こと愛しのお母様のおごりでございます。クレジットカードの明細を見られないうちは。行こっか。何を見に来たんだっけ？簡潔にね。砕け散った小惑星の無数の破片、1800万キロ先のね。これだからあんたたち二人は。うわ。で、あの流れ星は地球に落ちてきたりしない？大丈夫、地表に着く前にバラバラになるよ。では問題。地球滅亡まであと24時間、あなたならどうする？そうだな。
私だったらバタリアンを見ながらピザを焼け食いして普通に過ごす。好きなものに囲まれて死ぬと。ずいぶん静かじゃん、モーゼス。何か言いなよ。え、あ、聞いてなかった。でもほら、機材は順調だ。サム、なんで今家で毛布にくるまってないんだろう。それはいくらカッコつけて見せたところで、本当はいい人だし、私たちのことが大好きだから。やだそうだ、マグ持ってきてた。ボトルの回し飲みはしないで済むよ。これしかなかったの？私天文学部じゃないし、文句があるなら私じゃなくて彼らに言って。こっちは世界一エロいばあちゃん。どれにする？うん、これかな。直球ネタに弱くて。この行動が未来を決める？なんだそのモーゼスの表情は。実はいいことがあってさ、まあ詳しくはまだ話せないんだけど、ビッグニュース。そこまで言っておいて教えないなんて。話が本決まりになるまではこれ以上何も言いたくない。怪しいな。まあとにかくお祝いに記念撮影しようよ。あ、ならちょっと待って、カメラを買ったんだよね。せっかくだからこれで撮って。掛け声は？データ4章かも。え？モーゼスは携帯4章です。来たかな。あ、流星群か。そのちょっと詩を書く。何だと思う？秘密ばっかりでお互いよく会話が成立してるな、君たち。ビッグニュースっていうのが何なのかすごく気になる。どうにかして聞き出せないかな。メッセージチェック。へえ。うーん、あ、これが詩だ。アマンダ、サフィー、アシュリー、ヤスミン。ヤスミン多分これお母さんだな。買ってあげた電熱グローブはって言ってる。世の中にはチクったりしないいい友達と一緒にできること。お母さん。やだね、ちょっと SNS に投稿してお母さんからリプライくんのはやだな。あ、囲碁だ。囲碁できんだ、サフィーは。モーゼスとやったんだね。ビクトリア。この写真か。ビン。同僚だね。レジ。ああ、なんかこのツイートに対して、ポストに対してダイヤモンドが飲もっかって言って飲んでたんだね、さっき。シャンプレーンコ。
モーゼス。天体観測ね。マックスと私は乗り気とは一言も言っていない。うん。今日の双子座流星群に関する面白豆知識。ほとんどの流星群は水星由来なんだけど、これはファエトンっていう小惑星が元になってるんだ。ファエトンは小惑星の中で最も太陽に近い軌道を回ってるんだよ。これ実際、本当の話なのかな。最高の恋人トニーに愛を込めて、差し入れで期末疲れをねぎらってくれてありがとう。名前も思い出したくないあの子はこんなことしてくれたことなかったよ。なんか割と近いところで元彼元カノ、もしかしたら狭い世界なのかもな、この町は。ルーカス、この人も先生だ、同僚だ。なんて書いてあるんだろう。ロレッタ、大人気犯罪実録ポッドキャスト、手がかりはどこに。ゴシップか。ジョイス、ジョイス、なんか聞き覚えあるな。仕事を引退してから一人暮らしが寂しくて子猫の里親になりました。プライス家にようこそ。スキレット、ウォーク、グリドル、ソースパン。ジョイス、誰だったっけ、ジョイス。メッセージもありますと。クロエの母親だ。この間掃除してたらあんたとクロエが家族の海賊の格好をしてる可愛い写真を見つけた。賞を取ったってご両親から聞いたようだって。その後誕生日のメッセージがあって、あ、ツーホエールズっていうダイナーあったね。今日は命日だよ、マックス。娘のクロエを亡くした日さ。あの子がいなくなって今も寂しいけど、あんたが生きてると思うだけで慰められるよ。あんたは私と同じくらいクロエのことを大事に思ってくれてたからね。今もそうだろ。ごめんなさい、おばさん。そうね。ごめんなさいって。これは両親。あ、旅行に行ってたんだ。アルカディアベイ。だから今いる場所は、あの一作目の舞台であるアルカディアベイではないってことかな。うん。カレドン。両親はアルカディアベイで暮らしてるんだ。誕生日。忙しいみたいね。ああ。クロエのことはやっぱり今でも引きずってるんだ。まあ、そうだよな。
私の選択ではクロエなくなっちゃってるもんな。マーク・ジェファーソン。モーゼス、めっちゃメッセージめっちゃメッセージ長い。これまあさらっと流そうか。ネオ京都、それってアニメが元ネタだよね。嘘だろ、マックス・コールフィールド、サフィーですらアキロ、アキロの話か。アキ、アキラのアキラか。ネオ東京だったっけ、アキラは。うん。まあちょっと気になる人は一時停止かなんかで読んでみてください。さらっと流します。仲いい3人組なんだね。で、これが今日のことだ。さっきはグラス割っちゃって本当にごめん、マックス。アマンダが俺を出禁にしませんように。あ、メッセージ送れるんだ。まあ多分これ成績に反映しとくは冗談だよな。冗談言っとくか。だよね。サフィー。サフィーも長い。これハロウィンの話ね。ハロウィンで二日酔いってさっきモーゼスとメッセージでやりとりがあったね。ハロウィンパーティー楽しんで、あ、もうこの頃からアマンダの話はしてるんだ。サフィーは何してるんだろう。さっき詩書くって言ってたし、なんかこれ読むと原稿がどうこうって。物書きなのかな。うん。作家だ。あ、出版もされてる。感謝祭の時期。で、廃墟みたいなところで写真撮りたい。なるほどね。学長です。こんにちは、マクレーン。カレドン大学へようこそ。はあ、ははあ、メッセージは以上かな。クロストーク、あれ？なんかまた。入学希望者の皆さん、カレドンへの願書の提出期限は今月末。
や、ヤスミンめっちゃ草生えてんだけど。学長。今のはコメント見せよう。あ、そういうことね。赤いバツを押すだけでコメントは消せるよってことね。グエン。講座だって。春季講座。この人も教師かな？なんか優秀な先生っぽいな。ダイヤモンド。お姉ちゃんへの誕生日おめでとうのポスト。アマンダ。あ、漏らしかけたおかげで女の子射止められた。リベンジホースデート楽しみ。うん。マックスのことだ。飛び入り参加で、なんだろうこれ。あ、ジョークね。どしもネタだ。アブラクサスソサエティ来た。サークルみたいなもんかな。メインフィード。あ、まあ、これも読んだな。あ、写真投稿してんだ。あ、私が撮った写真。面白いシリーズですね、コールフィールド先生。どうやって入ったんですか？犯罪ポッドキャストになんか嗅ぎつけられてる。多分カビだね。やっぱカビか、あれ。あと読んでないのが、週休3日制。いいなぁ。週休3日になんないかな、本当に。あ、これで以上。うん。めっちゃ読み物あったな。なら何か思いつくかもしれないな。なんだっけ、何の話してたっけ。モーゼスはいつも仕事に全力投球で、そこが素敵。数字とのにらめっこでも手を抜かない。モーゼス、せっかくだからさ、ちょっとどやってみてくれない？控えめなドヤ。さすが科学の男、モーゼス・マーフィー。サフィーのビッグニュースが何なのかちょっと知りたいと思わない？
オーケー。いい考えがある。それなりの覚悟がいるけどね。うん、で？王冠？こっそりサフィーに渡すんだ。騙して受け取らせるか、どこかに忍ばせて。何？いたずら？いや、これはゲームだ。ちゃんとルールがある。へえ。この王冠を渡されたら、命令を聞かなきゃいけない。常識の範囲内でね。じゃあ、これは何があっても絶対に負けられないゲームってことだね。気をつけて。サフィーの常識はあまり当てにできないからね。仕返しが怖いぞ。じゃあ、行ってくる。手出し無用だからね。うん、わかった。正直勝ち目ないと思うけど。ちょっと待って。舐めないでよね。私だってやるときはやるんだから。よし、どうやってサフィーに渡そうか。